アイテム番号 SCP-587JP。オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-587JP 指定区域は現在エリア8111に指定され、私有地名義による封鎖と情報の改ざんが実行されています。エリア8111に居住していた島民にはクラス B 記憶処理を施した上で、それぞれに適切な記憶を付与し指定区域外に移送済みです。島民に対する追跡調査及び監視はすでに打ち切られています。エリア8111には常時4名以上のエージェントを常駐させてください。エリア内で SCP-587JP の発生が確認された場合には、マニュアルに従って簡易検査と記録を行った後に SCP-587JP を焼却処分してください。説明 SCP-587JP は、編集済み、沖の、島に不定期に出現する実態です。実態は全裸状態の日本人である身元不明の男性または女性の遺体です。SCP-587JP 配置年に一度、不定期的に島内で発見されますが、SCP-587JP が出現する瞬間の目撃または記録は現在まで成功していません。現在まで出現が確認された SCP-587JP は、タイですが、すべての遺体は行方不明者リストとの照合も含め個人の特定に失敗しています。SCP-587JP は同時に1から3体までの出現が認められていますが、複数体が同時に出現した場合、それらは互いに近親関係にあったような特徴を有しています。SCP-587JP は問題なく通常の現行人類の機能すべてを備えていますが、必ず明らかな他殺の痕跡を有します。これまで発見された死因の痕跡は刺殺、撲殺、紐状凶器による絞殺、溺殺、斬殺、手を素手で掴んでの溺殺ですが、これまで凶器の種類や素材、あるいは犯人の存在の解明に至る物的証拠は発見されていません。素手による溺殺死体の頭部痕跡から採取された指紋は遺体の指紋と同一でしたが、遺体の両腕に抵抗の痕跡が認められるため自殺の可能性は否定されています。SCP-587JP は発見のきっかけとなった外部事例、587の調査における多数の証言から、1900年よりその異常性が発現したものと思われます。現在、異常性発現の原因が調査されています。付記以下日本報告書初版に添付された外部事例、587に関する情報を記載します。以下の情報は現在においても公式の記録であることに留意してください。外部事例、587の発生に伴い、その原因が SCP-587JP にあるものと仮定した上で以下に調査報告を記す。調査は外部事例、587の生存者の一人であり当事者でもある薄山氏に対するインタビューを指針として行う予定である。以下に薄山氏へのインタビュー記録を記載する予定であるものである。対象薄山、43歳男性。インタビュアー、博士。付記対象含めほぼすべての、島民は独特の方言を用いるため、本記録から SCP-587JP 指定区域の特定を防ぐ措置として、すべての会話は標準語へと訳されて記録されています。なお、対象は拘束時、交流中非常に動揺し興奮状態にあったため、インタビューに際し少量の精神安定剤を投与しています。薄山さん、落ち着いてきましたか？なんとか。落ち着いてきました。あの薬の効果、結果でしょうか？最近の警察はすごい、ひどいんですね。問題ないようですね。それではいくつか尋ねさせていただきます。まずは今回の事件の経緯についてです。12秒間沈黙、記録するんですか？もちろんです。しかしこれは事後調査ですので。これらの記録は公開もされませんし裁判でも活用されません。あなたや、あなたたちが行ったことは確かに褒められるべきことではありませんが、あなたたちがそうせざるを得ないところまで追い詰められた経緯を知りたいのです。39秒間沈黙、はい、わかりました。それではお願いします。あの日、もういつだったかも覚えてません。知りませんが、とても暑い日でした。町の反対側の崖近くの森で、死体が見つかったんです。若い女性の死体でした。顔を潰されて、裸の状態でした。
誰の死体かは特定できましたか？本土の人間が島にやってきた記録も痕跡、証拠、証明もなかったので、島民も誰かだろう、ということになりました。小さい島で、島民は全員が顔見知りです。そんなところで、身内も殺人が起きたと知って、皆怯えて、震えていました。折しも、亀山さんのところの娘さんが山菜採りに出かけたまま帰っていませんでしたので、そうなるとあの死体に亀山さんの娘さんの面影があった、と皆が口々に言い出しまして。大将の頭部がかすかに震え始め、声が少々上ずり始める。続けて。娘さんの恋人、困惑者だった若い男がいたんですが、彼が怒り出しまして、普段から仲が悪かった別の男が犯人に違いないと言い出したんです。その男は亀山さんの娘さんによくちょっかいを出していて、そのせいで恋人、困惑者の若い男と仲が悪かったんです。だから、皆は、そうかもしれない、と思ったようです。人、死ですね。島民は、死を殺人犯として責め立てたのですか？いえ、皆、ありえそうなことだなぁ、と思ってた程度で、あまり積極的ではありませんでした。それに、結局亀山さんの娘さんは見つかったんです。山中で貧血を起こして倒れた拍子に怪我をしてたみたいで、死体が見つかった翌日には無事に救助されたんです。そうなると、あの死体はやっぱり誰なんだ、ということになってしまいました。どうして隠蔽したのですか？沈黙。答えてください。それとも、今日はここまでにしますか？島民は、全員が顔見知りで、家族のようなものでした。駐在さんも偽造を組んで、見て見ぬふりをしてくれました。今にして思えば、恐ろしい過ち、失敗、過失でした。でも、私たちは関わり合いになりたくなかった。何もない、平和な島で殺人事件だなんて。それも、被害者が誰なのかすらわからない。このことを考えるだけで、なんだか恐ろしくて、心配になって、誰もが頭を抱えました。皆が、この事件のことを考えたくなかった。だから、考えなくていいようにしよう、と誰が言い出すでもなくそういうことになりました。皆賛成はしませんでしたが、同意していました。この後ろめたい気持ちをたった一回経験するだけで、普段通りの日常に戻れて、すべて、多く、概要を忘れなることがで来るのならば、そうしようとなりまして。私とあと数人が死体を船で沖に運んで捨てました。その後の顛末を。皆、いつも通りに戻りました。あのことは暑い日に見た幻なのだ、と、すべてただの気のせいだったのだ、と心の底から思い込んでいるようでした。あんな気味の悪い事件で、その犯人が島民も誰かかもしれないなんて状況に、私たちは耐えきれなかったのです。だから、忘れたんです。でも、二の年の春先に、また死体が見つかったんです。今度は、年を取った男の死体でした。やはり身元は特定できませんでしたか？はい。でも皆、被害者の正体、都合はどうでもいいようでした。皆が恐怖したのは、かつてのあの出来事が真実だったということ。死体も、殺人も、そして隠蔽と隠蔽への加担も、すべて実際に起きたことだったんだという認識、思い出した。過去にあれが起きたことは紛れもない事実で、しかも今回の件が過去の件と関連している証拠もないのに、皆明らかに狼狽していました。それでも通報しようという気にはならなかったのですか？今度へ連絡は？私たちは全員、死体を捨てて事件を隠蔽したんです。今さら通報するようなことは、自首にも等しいことです。誰かが少し警察の尋問の前で口を滑らせるだけで、全員が逮捕されるでしょう。だから今回も、私たちは死体を捨てて、隠蔽し、すべてを忘れなろうとしました。悪夢、ひどさ、悪意、がこれで終わることを信じて。しかし、事件は止まらなかった。そうです。また次の年の冬に、小さな女の子の死体が。その年に、例の事件が起こりましたね。臼山氏はうつむき、明らかに狼狽した様子を見せる。私は、悪くない。私は、皆のためになればと思って、皆もそれを望んでいたんです。本当、正しい、正解です。私たちは、普段通りの生活を。事件について話してください。女の子の死体が出て、それで、田山さんのところの、
息子さんも高坊が、もう黙ってられないって、誰なのかわからなくても、間違いなく誰かが次々に死んでる。そんなの放っとけないって、だから、本の右剣のことを知らせるがいいか、と寄り合いで相談してきたんです。それに対して、どう反応しましたか？何も、誰も、何も言いませんでした。でも、そんなことをさせる悪にはいかない、と皆がそう感じていました。そんなことをされたら、私たち全員が罪に取られてしまう。だから、おえつ。薄山氏は机に突っ伏して頭を抱えた。なんで、どうしてこんなことに、どうして、おえつ、私はただ、いつも通りの生活を送りたかっただけだったのに、それなのに、どうして、こんな。続きを、あなたには話す義務があります。はい、はい、高坊ら、どんなに説得しても、頑として。だから、仕方なかった。ああするしか、皆を守る術、手法、技術はなかった。だから、高坊とその父親を殺そう、と。父親をも殺害するに至った動機は？高坊の母親らずっと昔に産後の病気で死んでて、父親にとって息子ら唯一の忘れ形見です。それを殺されたと知ったら当然ただで済ますことはないだろう、と。だから息子とまとめて、二人暮らしの家に火を放って、二人の悲鳴と、火が燃え盛る音が聞こえてきて、私は、耳を塞いで眠りました。それでも本当におられだと、私は義軍に言い聞かせました。事件では最終的に17名の島民の死亡が確認されていますが、おえつ、鍵のことら、島民の中でも数名しか知りませんでした。でも、重罪が、鍵の真実を知って、いよいよもって感化できなくなったのでしょう。私たちに黙って、本土に連絡を取ろうとしたんです。だから、数名の島民が義軍の判断でとっさに、今度は重罪を。それから、重罪員からの定期報告がなされなかったことで不審に思った、佐久良澄が島に人員を送り込むまでの間に、何が起こったのですか？なぜあれだけの犠牲者が島民から出たのですか？みんな、ひどく混乱していました。死体のこと、隠蔽のこと、そして高坊とその父親と、重罪のこと。私は努めて黙っていましたが、みんな何かを察し、そしてそれ以上の推測を重ねていました。そしてみんながその中で、かたくなに秘密を守らなければ、という思いだけが先行して、そして、お互いに疑い合いました。過去に起きた、些細な諍いや出来事を取り上げて、なれそれは密告者だ、裏切り者だ、と。殺し合いをするぐらいならば、すべてを明るみにした方がマシだとは考えなかったのですか？あの時は、そんなことは、全く考えませんでした。でも、あれは、あんな恐ろしいことは、一体どうして、私も皆も、ただ静かに暮らしたかっただけだったのに、私も、皆も、まともじゃなかった。罪が暴かれるのを恐れて、それで、全員が、あんな恐ろしいことを。叫び、大声で泣き始める。尋問を終了します。ご協力ありがとうございました。記録終了。終了報告書 SCP-587-JP には何らかのミーム的効果が存在する可能性があります。薄山氏を含めた生存者の島民全員にはクラス B 記憶処理を施した上で解放し、長期間の監視を行うことを進言します。また、SCP-587-JP 指定区域内の長期間滞在実験によって、ミーム的効果の解明を行う必要性があります。博士の進言に基づく処置を実行済み、長期間滞在実験承認済み、下にその結果を記すものとす。保育指定区域内でのクラス D 職員の長期滞在実験が実行されました。クラス D 職員には毎年発生する SCP-587-JP 実態を必ず目撃させ、可能な限り当時の島民と同様の生活を行わせました。その結果、SCP-587-JP には何らかのミーム的効果は存在しないと結論付けられました。この結果と島民に対する追跡調査と監視の結果から、SCP-587-JP の異常性は文化面、精神面へ影響しないとみなされました。指定区域内長期滞在実験の追加実験の中止と島民への追跡調査と監視の中断が決定されました。
以上の結果を受けて、SCP-587-JP はユークリッドから政府へと格下げされました。これほど嬉しくないオブジェクトクラス格下げは、おそらく他に類を見ないだろう。博士、